ウ薄田空空間観測所。ウ薄ラ空,空間観測所。ウスダ宇宙空間観測所。英語。ウス田ディープスペースセンター。略称。アザックは、長野県佐久市に所在する。ハレー水星観測用惑星探査機。先駆け。星やその後の火星探査機。のぞみ。小惑星探査機。はやぶさ等の惑星探査機との通信用。観測所として設置された。 宇宙航空研究開発機構の研究機関である宇宙科学研究所の施設である現在は JAXA 統合追跡ネットワーク技術部が維持管理を行い宇宙科学研究所が運用を行っている空間観測所という名称ではあるが送信設備を持ち電波望遠鏡などの受信だけの設備とは異なる通信アンテナ設備である太陽系内にて観測を行っている 新宇宙探査機に向けての動作指令送信や探査機からの観測データの送受信を行える、要、ハイゲインとなる大型64メートルパラボラアンテナと展示館施設からなる。観測員は常時待機しておらず、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、神奈川県相模原市との間で、専用線ネットワークにて運用を実施している。なお、時々メンテナンスがあるため、 宇宙科学研究所の職員と機器開発メーカーの技術者とで有人運用も行えるようになっている。また、安定度の高い基準周波数信号や正確な時刻、信号が必要なために3台の水素名座を並列運転した標準周波数時刻システムを1998年から使用している。1986年に76年周期で回遊してくる。 ハレー彗星の最接近が予定されており、それに合わせて、欧州宇宙機関が1985年7月にジオットを、ソ連が1984年12月にベガ2機をハレー彗星に向かわせ。アメリカの NASA は新規衛星の打ち上げは見送ったが、それ以前に打ち上げられていた探査機である一世マイナス3、その後、国際彗星探査機と名称を変更を。 5回のガッツスイングバイにより軌道修正させ、ハレー彗星に送り込むことが決まっていた。日本においては、宇宙研究の先導的な2局、アメリカソビエト連邦、現ロシアによる研究体制を見習い、新たな1局を目指そうという目標と、3局、アメリカソビエト連邦、欧州との国際力による詳細な彗星観測の実績を得るため、部長宇宙科学研究所、 現宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所もまた、ハレー彗星や太陽系の核惑星の探査を目指すプロジェク、ト、プラネット計画を立ち上げた。当時、日本には人工衛星打ち上げの技術はあっても、惑星間空間への探査機投入の経験はなく、アメリカのジェット推進研究所のディープスペースネットワークのような、 通信インフラストラクチャーさえ存在していなかった。そのため、探査機操作用として、自前の通信設備が必要であり、本施設の建設につながっている。建設候補地は、約10カ所あったが、その中から、長野県南佐久宇薄田町、当時が選ばれている。2007年に、月の科学探査を目的とした、セレーネミッションを実施するにあたり、 南米地理共和国サンチアゴ市郊外に地理局を開設した。同じくしてオーストラリア連邦パース市郊外、スペイン王国領カナリア諸島にも電波通信施設を開設して運用を行っている。これによって24時間通信体制を確立した。本観測所のメインであるパラボラアンテナの大きさは直径64メートル建設当時は 東洋一の大きさを誇った三菱電機製パラボラの利得、ゲインは半径の事情に比例する一般的な衛星軌道上通信アンテナである10メートルの大きさと比較して40倍の利得、ゲインがあるパラボラアンテナの構造は延山宇宙電波観測所にある45メートル電波望遠鏡開発にて培われた 小ロガス変形法を用いることによって高い集合力を有する。ただし、電波測定を主たる任務にする電波望遠鏡とは違いシビアな調整が必要ないため、パラボラ面の裏面にカバーをしたり、温度調整や定常的な鏡面精度の測定は行われていない。8GHz 対受信用低雑音増幅器は、超遠距離からの微弱な電波を受信するため、 液体ヘリウム冷却で、極低温に冷却されていて、熱雑音を極限まで低減させている。同、ローナは2式あり、雑音温度の実力は、数 k と言われている。日本通信機株式会社製。指令電波は 7GHz 対 X バンドと 2GHz 対 S バンドで行われる。送信機器においては、となっている。これらの送信機器は、日本電気製。 なお、実現性を危ぶむ声もあるが、2007年に宇宙航空研究開発機構が今後の宇宙計画として発表した長期目標における木星探査計画やセレーネに計画に対し、大幅な能力不足や通信可能時間の不足が指摘されており、南米局の開設と当該施設の更新が望まれている。直径10メートル開口能率64%、 2 2ヘルツ受信機を搭載したカセグレイン方式のパラボラアンテナで銀河中心の超長期線電波干渉法観測に用いられている。かつては電波天文衛星遥かの追跡を目的として建設、運用されていた。経由体での送受信能力を持つ。また、遥かプロジェクトが2005年11月に終了した後はアストロ、G プロジェクトでの使用を目的として 課体操受信設部としての改修整備が検討されていたが、同プロジェクトは中止された。老朽化した64メートルアンテナの後継施設で、長野県作久市、崎山あざた手品1905の位置に2019年12月の試験運用開始を目指し建設中。完成時期は2020年3月の予定で、名称は、ミササ新宇宙探査用地上局。 有効口径54メートルで64メートルアンテナと同じ能力を得るため構造強化や延べ山宇宙電波観測所45メートル電波望遠鏡のように主鏡面裏のカバーを取り付けての温度管理などが行わる総重量では2100トンと64メートルアンテナの1800トン以上となるはやぶさ2との通信に使用される予定ボイジャー2号の天皇星 海洋星探査時において天皇星が北半球側での観測に適していたため、ボイジャー2号との通信の一部を受け持ち、海洋星のフライバイ観測時にも運用支援を行っている。現在でも要請があれば惑星間を飛行する米国、欧州保有の探査機の通信を担うこともある。また、同じくして日本の探査機も米国のディープスペースネットワークなどを通じて、 完成性を行っている。長野県作州須田を設営地としたのは、周囲が山に囲まれ、電波雑音レベルが低い点と、当時計画中であった北陸新幹線や、上新越自動車道、建設中の中部横断自動車道などのジャンクションがあり、交通の便が良い点からである。見学は昼間随時可能であり、弱さの資料が展示されている、展示室などがある。 また、広い敷地を利用して、アンテナから20メートルほどの場所を起点に55億分の1の太陽系縮尺モデルを展示しおり、実際の太陽と惑星の距離感とスケール感を実感できるよう工夫されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。